今日の告別式には親族をはじめ阿所路町長ら多くの人が参列し、野中正造さんを見送りました。野中さんは1905年明治38年生まれの113歳で、去年4月に存命中の世界最高齢の男性としてギネス世界記録に認定されていました。野中さんは亡くなる前日も普通に夕食をとっていましたが、20日未明に自宅の温泉旅館で寝ていた野中さんが呼吸をしていないことに家族が気づき、亡くなっていることが分かったということです。世界一のおじいちゃん、もうこの阿所路町からということで、本当に大変光栄だなというふうに思ってましたし、町民の皆さん方、本当に大きな元気をもらえたおじいちゃんだったなと、こんなふうに思っています。